なれねー、なんだこの髪色やばい。というわけで題名にもある通り黒髪にしました。これは拍手なのかどうかわからん。今シーズンの開幕戦からずっと金髪だったのに、ついに黒髪になってしまいました。はい、どうもありがとうございました。どうしてもね、黒髪にしないといけない事情があって、悪いことしてない、悪いことしてない。俺全くもって大学で悪いことしてないからね。そこ勘違いしないでね、頼むよ。いや、なんで、ちょっと待って。ちょっと待って、あれ？ちょっと待って。なんでいるんすか？動画撮ってます。いや逆になんで来てんの？え？なんで？え？今日来るな。柏線の翌日ですよ。今日普通来るな。10月17日って来るだろ。ああ、確かに J2 告白日俺毎年来てるよこれ。あ、そうなんですか。うん、いや、あの時は忘れないと。そういうことか。うん、来てるんだよ。何アウトしてるの。いや、実は今日案件動画っす。うん。お前誰なんで。いやこれでも藤本選手ネタできないんですよ。どうします。いや、お前藤本じゃねえから。いやダークサイド藤本だ。お前ヒール。いや、何ですか。転がんの。え、転がんの。走ります。は。あ、いや待って、まだ視聴者にも説明してないですよこれ。え、とりあえず終わりましょう。とりあえず4時半でしょ。もうちょうど4時半で、ここ閉まるじゃないですか。だから車も来ないし、人もあんま来ないって考えてここと来たのに。俺ここ3時くらいから行ったよ。知らねえ。ということで、ちょっと実は数日前にですね、髪を黒くした瞬間に、とある DM が来たんですよ。メンズシャンプーの紹介をしてくださいと。その企業さんがエスパルスの元スポンサーさんなんですよ。18シーズンから20シーズンまで3シーズン間スポンサーしてくださってる、会社で、静岡にも、拠点がある会社さんだったので、これは僕動画さ、今エスパルスの視聴者さんが結構いらっしゃるじゃないですか。うん、だからそのつながりもあるからちょっとやってみようかなと思って受けさせていただきました。この話高橋さんにも言ってなかったので、ちょっとメンズシャンプーのちょっと紹介をしたいんですけど、それがこちら彩り株式会社さんのスカルプケアのやつなんですけど、ドラスティカっていう、メンズシャンプーになります。なんかドラクエで出てきそうだね。いやドラマではあってるけどね。ドラマではドラクエのモンスターも出てきそうで。インスタとかやってらっしゃる方なら分かると思うんですけど、エスパルスだと大久保孝雄選手、中村啓太選手、 J リーガーの中でもかなり使われてるシャンプーとなります。シャンプーなの。そうです、これメンズシャンプーです。新発売なので、ちょっと動画で紹介してくれないかっていう。だから動画関係では初めてなんですよ。今まで選手ってたくさんブワーって来て、次俺っていう。うん、そのまんまここで紹介するのもちょっとつまんないじゃないですか。うん、なんだかおシャンプーするのこれ。ここではシャンプーしないけど、シャンプーするには、体ね、ちょっと洗わないといけないとか、いろいろあるじゃないですか。なので、ちょっと体を動かして、風呂に入る過程を作ろうと思いまして。で、そこで今走ろうと思ってここに来たの。ちょうどこの前、ミーティングさせていただきまして、今のエスパルスの中で、好きな選手誰ですかって聞いてきました。で、そしたら、固定の選手を、すごい推してるっていう感じのタイプでは、ないんだけども、強いて言うなら、今シーズンは西澤健太選手特に頑張ってほしいなっていうことだったので、西田健太選手、背番号16じゃないですか。ということで、16を聞きたいと思います。走って。お前、暇？いや、暇じゃない。暇じゃないの。走って、ちょっと汗をかきたいなと思います。うん、頑張れ。俺帰るわ。はい、お疲れ様でした。ゼロからだからね。嘘でしょ？結局17じゃん、それ。16往復なのに、ゼロから始まるんだよ。アップ。あー、そこの、リハーサルは本気出しなくていいっすよね。それは見てる人たちが決める。いや、もう、はい、走ります。はい、走ります。はい、走ります。お前もあれだろ。嫌なやつに会っちゃったなと思ったろ。いや、そんなことない。お前顔が言ってんの、お前。そんなことない。ウォーミングアップ0往復目。行くぞー。遅いや、早く走れよっと。
これやべっす。当たり前じゃんかよ。わかるでしょ。ここ急な坂。あ、じゃあこれで今ゼロ？うん、16。あと16。1億目。いきます。よ。よーい。はい。はい。2億目、どい。ああ、そうでしょ。ああ、オッケー。スピード、スピード。はい。これ部活？はい。わあ、待って。おいおい。スーパーサイヤ人じゃなくなったもんね。これやばいわ。グレモルが思ったことともに、こんなことやるって言わなきゃいっけ。大正解。ありがとうございます。元気だ。うそ、おいおい。ハスミク、ハスミク、え、ハスミク、やめて。ミクちゃんそんなんじゃない。今何？嘘でしょ。今何？3か。3終わって。あ、3。次は4回行きます。はいよ。え、これで4分の1？ 5回目。バード、ゴー。イエー。目、目。おい、目。はい、次、6。あと10だよ。現実つけつけないで。はい、カメラ回ってるよ、ね、いや、もう回ってるもクソもねえっす。渡井社長、なんで16にしたんすか。ふざけんとはダメだって。せめてホナードくらいにしてほしいや。続き通りだったらな。気をつけ。ハスミクがいる、行ってこい。なんだって。おー、やったー。よーいだ。おーい、おいよー。いや、あんたじゃない、あんたじゃない。行こうか。ゴー。わーい。マジ高校の時思い出すわ、このキッズは。サボってたけど。お前はあれだね、ここで俺に会ったことを真相後悔してるからな。正直言っていいですか、うん、はい。素直でよろしい。いや、あれだからね、重視だよ、買っちゃうんだよ。うわ、スピードスターだよ。中山選手なら元気出さないと。うん、しや、たんたら走ってんじゃないぞ。はい、ゴー。はい。うわゴー。はい。なにそれ。あれエスパスのゲーフラ。あ、青ネギだ。16本目。うい、そらそう。最後。うい、楽しんでこいよ、最後。楽しみねえよ。楽しんでこいよ、お前。いいから最後ぐらい、お前、レディゴー。おい。
たらさ、うわ終わったというわけで終わりました。これあの倒れるやつね、これ頭皮の汗がやばいんで使いってシャンプーしたいと思います。さあというわけであの地獄のアイスタから帰ってきまして、こちらドラスティカのシャンプー使っていきたいと思います。で皆さんも思った方いると思います、俺のシャワーシーンなんているのかって。俺も同じこと思ってるから。でもしょうがない案件だから許してください。で今言ったのあのブラウザバックしようとした人はずーっとこっからが本題だから、あの時間止めずに頼むよ。あのいろんな情報を出していくからね、ぜひブラウザバックしないで最後までご視聴よろしくお願いします。というわけでやっていきますか。なんでなんでさっきあったかったのになんで。髪濡らしたんで早速これ使っていくんですけど、綿井社長曰く下の時よりも香りはちょっと抑え気味になったらしいんですけど、ブルガリの香水を使ってるようなね匂いにちょっと仕上げたらしくて、年齢層的には今バリバリね社会で働いてる方々とかがすごい懐かしいような、匂いになってるらしいんですよ。若者にとってはなんかすごい新しい新鮮な匂いとして捉えるだろうし、そこのところ楽しんでいただければっておっしゃったんで、ちょっと早速、やっていきますか。色的にはちょっと黄色まで垂れる垂れるで、その肝心な匂いはすごいいい匂い、大人の香りがするんですけど、ちょっと早速、やっていきます。何がかって最初でこれやってると特に何も感じないですよ、頭皮は。だけどねだん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 やっていくことにスーッとしてくるのよ。めちゃめちゃ気持ちいい。これ和田社長これ作るときになんか40何回ぐらい試作したらしいんですよ。これマジで気持ちいい。頭皮本当にシュワーッとする。男性に一番大事なハゲ防止につながるっていうね。もうありがてえ、めちゃめちゃありがたいわ。本当にもうハゲたくない。髪染めた方とかすごい気になるところって、あの色落ちどんぐらいしちゃうんですかってあるじゃないですか。ほら見てこう真っ白、色落ちあんまり見られなくていいなって思う。てか待って、今説明しただけだけどね、頭皮のこのシュワーって感じがね永続的に続くしさ、しかもなんならいい感じにねあの程よく強くなってるからマジで気持ちいいんだわこれ。あ待って、そうだこれこうすればいけんじゃね。これオールバックで大久保田光選手どうすか。お男性の方ならジェル使ってさ髪セットする方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの大久保田光選手みたいにたくさんめちゃめちゃジェルを使う人でも、あの程よく使う人でもちゃんとねこれ落としてくれるらしいんで、よし流すか。終わり。さあ風呂上がってきたんですけど、ほらこれ見てよ、テカってんの分かります。これねみんなさ他の商品使ってるんだったら普通のシャンプーした後にリンス使ってあの二重でさこうやってやると思うんですよ。でも今回のこのドラスティカさんの場合はシャンプーとリンス一回でこれだけで済むからさ、もうめちゃめちゃ楽、時短にもなるしありがたいなってマジで思いました。でさっきも言ったんだけど頭皮のケアがすごい力入れてるし、髪質のところもね、ケアちゃんとやってるんですけども、なんでこれができるかっていうのをねちょっと調べてみたんですよ。でそしたらこれぐらいの成分使ってますよって言われて、何がいいかさっぱりわからん、めちゃめちゃ入れ込んだけど俺にはその知識がないから、とりあえず何の成分がいいんですかって私に聞いたら、銀電シルとキャプテシールの効果によって頭皮とかにすごい清潔に保ってくれるよって言ってくださったんですよ。とりあえずいいやつ使ってるらしいです。ドラスティカ1本で 400g なんですけど、こちらが1本税込み4620円となってます。でね動画の冒頭にも言ったんですけど、彩り株式会社さん元々エスパルスのスポンサーで21シーズンからちょっと一回撤退したんですよ。エスパルスを強化するためにもスポンサーにもう一回なってほしいじゃないですか。つまりこれを買うことによってモーガズの売り上げが上がる、そしてエスパルスのスポンサーに復帰するっていう流れが絶対できるんですよ。でもその過程においては和田社長がそもそも復帰する意思はあるのかどうかって気になるじゃないですか。エスパルスのスポンサーに戻る気ってあるんですかってもう担当直入に聞いたんですよ。でそしたらむしろ戻るためにこれお願いしますって言ってね。だから皆さんガチで買ってエスパルスのスポンサーにも戻れるし、俺の実績も上がる。和田社長ねミーティング中にもまあいろんな話してくださって、特にエスパルスの話になった時にすごい熱弁してくださったんですよ。その時の社長コメントの18シーズンがこれで、19シーズンがこれ
で20シーズンがこれって感じで、めちゃめちゃ熱い、本当に熱い方なので、ぜひとも皆さん、下の概要欄に購入ページ貼ってありますので、そちらからご購入を、噛んじゃったごめんということで、ご購入ぜひともよろしくお願いします。この動画がちょっとでもいいなって思ってくださった方、そして彩り株式会社さんをちょっとでも応援していただける方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。ちなみに金井選手も応援してるらしいと思う。